ということで、皆様方にですね、大変なご支援とご協力をいただいたおかげで、数々のですね、成果を残すことができたんではないかなというふうに、まあ、これは皆様方が評価をしなきゃいけないんですけども、私は勝手にそう思っておる次第であります。特に各委員会活動のですね、展開、それから何といってもですね、60年の節目にあたって、工作機械産業ビジョン2020も策定ができました。それからジムトフ2012の開催もきちっとできました。まあ、その他各重点事業の推進におきましても先生方をはじめ関係ご当局の皆様から多くのご支援ご指導も賜りましてですね、無事終えることができました。それから日報会の会員閣議の皆さんにもですね、多大なるご尽力をいただきまして初期の成果を上げることができました。まあ、いずれにしても支えていただきました全ての方々に心から熱く熱く御礼を申し上げたいと思います。本当ありがとうございました。ジムトフの会議中にですね、まあ、実は恒例の交際会トップセミナーというのを行います。これは前会長の中村さんがですね、始めていただいたセミナーなんですけども、すごいんです。全国82のですね、大学あるいは高専等からですね、過去最高となる608人の学生の職員に参加をいただきました。工業界としてもですね、まだまだ国際会大丈夫かなというふうにですね、大いに勇気づけられましたし、感動をいたしました。人材確保あるいは育成の面でもですね、大きな成果があったのではないというふうに思っております。まあ、いずれにしてもご来場いただいた学生諸君の皆さんには工作機械産業のあるいは工作機械の重要性あるいは素晴らしさについてですね、ご理解をいただけただろうというふうに、まあ、確信をしておる次第であります。それと昨年の受注動向について少し申し上げていきたいと思いますけれども、昨年はですね、工作機械業界を取り巻く環境というのは大変厳しいものがあります。まあ、言うまでもなく、欧州の信用不安、まあ、信用不安、あるいは中国経済の減速、それから超円高等々いろいろありましたけれども、まあ、おかげさまで、特に堅調な海外需要を背景にいたしましてですね、昨年の今日申し上げました月1000億円ぐらいは確保したいねということを申し上げたんですけれども、まあ、その水準はまず間違いなく維持できたのではないかなというふうに思っております。まだ12月の速報値がですね、事務局で集計中でございまして数字が出ておりませんけれども、まあ、まず間違いなくいけたのではないかなというふうに思っています。まあ、その結果ですね、1兆2000億円程度は確保できたということでございまして、これは何を意味するかということなんですけれども、世界のお客様ユーザーの皆様が日本の工作機械に大きな信頼を寄せていていただけるその証だというふうに私は思っております。工作機械事業の根幹というのはやはり品質であり信頼性であり行き届いたサービス、さらにはユーザーの方々にソリューション提案をいかにしていくかということかで、ということでありますけれども、まあ、こういったことにこそ我が国の工作機械業界、機械の世界に誇る強さの源があるということで、自信を持ってですね、確信を深めている次第であります。まあ、しかしながら世界経済の減速の余波を受けまして、年後半にはですね、受注が弱含みで推移をいたしております。まあ、今後の受注動向につきましては予断を許さないという状況ではありますけれども、とはいえエネルギー開発とかインフラ投資とか、あるいは新興国ではますます自動車投資が増えるでしょうし、新型の航空機とか、あるいは医療関連の成長産業の台頭などしております。工作機械需要の背景にはですね、需要にはまだまだ大いに期待すべきものがある。工作機械産業はグローバルにしてもですね、まだ成長産業であるというふうに思っております。でこうした大きな潜在市場をですね、
潜在需要をいかに実需に結びつけるかということについては我々として取り組むべき課題がたくさんあろうかと思っております。まあいろいろ私が言うまでもなくですね、まあ、複合化とかあるいは軟削材あるいは新素材加工技術あるいは日本が得意とする技術にさらに磨きをかけながら欧州が先行するソフトウェアの分野におきましては自らの弱点をしっかり分析をして効率的な研究開発に取り組むことが重要ではないかと思います。あるいはマーケティングの面ではですね、機械単体のみの営業からユーザーが必要とする生産技術の提案まで踏み込んだいわゆる総合的ソリューションを通じた新たな価値づくりを目指すとともに日本が誇る優れたサービスのブラッシュアップが求められていると思います。今年はですね、これらの諸課題に対しまして業界各社が努力を惜しまずに競合する各国との差別化を一層鮮明にする取り組みを促進せねばならないと思っております。海外の経済動向を見ても、中国経済はですね、私はそこは出した、これから緩やかに上向くだろうというふうに思っておりますし、今期待をしているアメリカ市場もですね、米国の財政の崖問題もですね、これは必ず乗り越えてくれるだろうというふうに思っております。それらに加えまして、後ほどもう少し触れさせていただきますけれども、新政権の日本経済再生に向けた政策が進む、そういう期待も含めまして、本年の受注見通しじゃなくて受注目標をですね、少し私が思っているところをお話をしたいと思います。いつもこの数字のときはですね、実は副会長さんの皆さんとか、市場委員会とか国際委員会の委員長さんにですね、いろいろご相談をしておったんですけども、もう今年は相談するとですね、幅が多分いろいろ出てくるから、もう私は勝手に申し上げます。まずですね、今年は少なくとも前年2012年の1兆2000億円の水準を上回るレベルを確保したい。さらにそれに加えて、我々自身の自助努力で、上積みをして、できるだけの上積みをして1兆3000億レベルを目標にして2013年は活動を開始したいというふうに思っております。皆さん そんなに行くとか行かないとかおっしゃる方もおられるかもしれませんけども、そういう目標で工業界としては行きたいというふうに思っております。合わせてですね、中長期的な観点から、当工業界が産学官の英知を結集しました。昨年5月に取りまとめました国際会産業ビジョン2020で示されました諸課題への対応に注力をしてまいりたいと思っております。全て申し上げられませんけれども、まず第1位はですね、やはりグローバルマーケットの中で我が国国際化産業の持続的成長を期して産学官が連携をいたしました。研究開発の推進と有意な人材の確保育成に取り組んでまいりたいと思います。このためにはものづくり教育等をテーマとして産学官が互いの要望や課題につきまして十分に意見交換する共同交流の場を設けたいというふうに考えております。ドイツなどの欧米諸国だけでなく中国、韓国、台湾、インドなどにおきましても教育設備の充実に努めております。我が国としても諸外国に遅れを取ることなく国を挙げて人材育成することが国際化産業のみならずものづくりの日本の将来の礎を固める上にどうしても必要だというふうに思っております。あと2つ目と3つ目はですね、いろいろあるんですけれども、今日はちょっと時間の関係で10分越しますのでちょっと省略をさせていただきたいと思います。でところでですね、先ほどちょっと申し上げましたけれども、昨年末から新しい政権がスタートいたしました。日本経済再生本部が設置をされました。伺いますところ昨日初会合が持たれたというふうに聞いておりまして、今やまさに日本経済再生への期待がむしかちゃ大きく高まったんじゃないかなというふうに思っております。このことに関しまして、私自身のですね、思いを少し話をさせていただきます。
きたいと思います。私自身は常々、雇用と経済回復、そこに結びつけるための鍵というのは製造業復活による対外貿易の拡大が原動力の一つであるというふうに考えておりましたけれども、昨日の初会合ではそういった趣旨も盛り込まれました基本方針が示されました。後ほど菅原局長様にその辺のお話を多分いただけるんだろうと思います。まあ、何といっても製造業というのは国の発展、国力を支えるという点で極めて重要であります。これは私が言うまでもありません。で、製造業はまさに国の基幹産業であると思っております。私どもも製造業の一つでありますけれども、その中で私どもの高再開産業というのはその製造業全体をですね、支える意味で極めて重要な産業だと思っておりまして、高再開産業がおかしくなれば製造業全体もおかしくなる、日本の製造業がおかしくなれば我々高再開産業もどうしてもおかしくなる、まあ、そういった意味でですね、本当に車で行けば両輪の関係ではないかなというふうに思っているんです。まあ、しかしながら今日、日本の製造業は大丈夫かという話がよく聞かれております。昨年よく言われました六重苦ほかいろんな理由があろうかと思いますけれども、その理由の一つに製造業の設備年齢が近年富に上昇しているということが挙げられます。日本の製造業の国際競争力を維持強化するためには設備の若返りを図りまして品質の確保と生産性の向上に努めるということが喫緊の課題であります。それなくしては日本の将来はないというふうに思っておる次第であります。実は昨年ですね、経済産業省さんにもこの辺のことについてご支援、ご理解とご支援のお願いをしました。そうしましたところ、産機課さんからですね、須藤課長さんからですね、とにかくまずヴィンテージの実態調査をしましょう、経済産業省としてやりましょう、それからその調査を踏まえて省エネと絡めて設備の更新投資につながるような政策を生み出していきましょうと心強いご返事を賜っております。まあ、とはいえ我々も政策頼みにではいけませんので、一方では我々日光会会員各社はですね、先ほど申し上げましたような自助努力をしっかり推薦することが一番大事だというふうに思っております。常に最新鋭かつ最高の工作会を供給し、日本経済の根幹であります製造業の復活に少しでもお役立ちができるように頑張ってまいると同時に、日本だけでなく広く世界のものづくり産業の繁栄に貢献するべく努力を続けてまいることが我々に課せられた果たすべき使命、ミッションではないかというふうに強く思っております。どうか政府関係ご当局におかれましても、高再開産業の持つ重要性につきまして今一度ご認識をいただきまして、超円高あるいは国際競争条件の均等化を図るための自由貿易の拡大等々60億の解決および中国との関係の再構築にご尽力を賜り、高いところから恐縮ですが改めてお願いを申し上げます。